プエルトリコはドイツのボードゲームである。アンドレアス・ザイハルトによってデザインされ、2002年にラベンスバーガー社から発売された。スペインの植民地時代のプエルトリコを舞台に、それぞれのプレイヤーがプランテーションを経営し、作物を作ったり、商品を売ったり、作物をスペインに輸送したりして、財産と名声を得て、勝利を目指すゲームである。プレイ人数は3から5人。 プレイ時間は約90分から150分。対象年齢は12歳以上。このゲームでは、プランテーションを経営し、作物を作ったり、商品を売ったりする。プランテーションで生産できる作物は、トウモロコシ、インディゴン、砂糖キビ、タバコ用、コーヒー豆の5種類である。作物を生産するだけでは、 商品としては愛客することも出荷することもできず生産施設を建設して労働者を配置することで初めて商品を生産できる他にも特別な効果を持つ建物を建設することができるこのゲームでは商品を出荷して勝利点を得る建物を建設して勝利点を得るという二通りの勝利点の取り方があるプレイヤーは手番が来るとに開拓者市長建築家 監督、商人、船長の行動の中から一つを選ぶ。そして、それを選んだ手番のプレイヤーは、少しの特権を得るが、行動は順番に全員が実行していく。これがこのゲームの特徴的なシステムで、バリアブルフェイズシステムと呼ばれている。のいずれかを満たしたら、ゲームは終了する。2002年ドイツゲーム賞、2003年オランダゲーム賞、2003年、 国際ゲーマーズ賞など多数の賞を受賞している。また、世界最大のボードゲームファンサイト、ボードゲームギークの評価において、アグリコラに抜かれるまで5年にわたって、首位を保っていた。毎日新聞は、ルールが複雑だとしつつも、一連の流れがわかりやすい、ため、一度遊べば理解できると述べている。また、同志は、バリアブルフェイズシステムの斬新さを評価しつつも、 背徳感ゆえにもやもやするともしている。ありがとうございます。